さまこんばんは。本日も中津って明日もお稽古でございますが、練習すればちゃんと自分に自信を持つことができますよ。完璧よりも少しリラックスして少しずつできることをやってみましょうね。ボタニ真珠です。ゆっくり右手だけ、難しい練習曲を弾くときは左手だけ分けて少しずつ練習することをお勧めしております。モーツァルト波長調